こんなん住宅地へつながる道じゃないよ。左方向です。え、今のところだったの？ものすごくタイミング悪いね。本当タイミングがね、ちょっと遅いんだよ。ここね。合ってんのかな。はい、それでは行きましょうか。こんにちは、ケンオです。今日やってきていますのは千早赤坂村の、まあよくわからないんで、地域はよくわからないんですけどもね、まあ、細道を見つけましたので、そちらを今走ってます。なんか住宅地のすぐ横みたいなんですけどね、住宅地のすぐ横にこんな細い道があるんだということで走ってきています。これもまたね、確か、あ、どうやったかな、途中で道が切れてるんだったかな。まあ、元気よく走っていきたいと思います。想定した道を走れてるやろか。マミさん、さっきからめっちゃくちゃ迷ってるんやけど。アスファルトをやり直した感があるな。左へ行くべきか右へ行くべきか、やはり右か。ナビは左を言ってますが、私は右へ行ってみます。なんか涼しいな、さっきまではものすごい暑かったのにな。冷や汗が今蒸発してるのかな、揮発してるのかな。昆虫アタックの季節ですね。こっち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 、カチ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 、先からコツンコツンって当たってきてます。このね、今使っている、ナビタイムが提供しているツーリングサポーターというナビを使っているんですけど、これね、あの中継地の設定が9つ、9個までしかね、できないんですよ。ちなみに Google は10個ですけどね。あー、こっから先、ここもまた、悩むな、また。どこ行こうかな。あー、でもなんかこう、どこ行こうとしてんだろうな、この俺は。ナビ通りで行くと、左、右へ行けってなってるな。まあ、このうねうね感。よし、一番右へ行こう。だー。ポイントが少ないんでね、この、こういう狭いところ行くときに、ちょっと困るんですよね。無理やりにこう選ばないと走ってくれないというか、ナビ設定ができないんで、ナビと地図がこう連動うまく GPS がしているかどうかも今不安だな。ちょっと案内が遅めな感じがしますね、ツーリングサポーター、まあ、バイク用だからいろいろ細かいところあるんですけどね、排気量別に登録したりとかね、タンデムが通れるところ通れないところとか設定できるんだけど、おお、迷っています。私今迷っています。よくわからないんです。ナビの道が正しいのかどうかが検証ができません。はい、ナビにまた現れた。面白そうやな、上の方もな。上の方なんか行ったらどっか、なんかいいとこあんのかな？ん？ん？
ほうほう、ここへ来る、ここへ来る。これを登っちゃうと戻っちゃうのかな。いや、右が戻る方みたいなので左の方へ行ってみます。このね、右上の方になるのかな、もうこの先にあるのかな、あの新興住宅地みたいなところがあるんですけど、そこの近くに、そこの近くというか、そこに行くためにこんな道通らなあかんかっていう気はしますけど、ちゃんとした大通りはね、別であるんで、ご安心ください。私がですね、無理やりに細いところへ、走っているだけですから。さて、この先が、プツンと途切れていた箇所ですね。どうしてプツッと消えてるのかな、看板か何かで。うわ、どっち、お、右か、右だな。ナビが悩んでるやん、ナビがまた。GPS はちょっと入りづらいのかな。うん、ここはまあ左でしょう。うわ、また雰囲気が違うわ。雰囲気が違う。はい？たぬきさんかな？雰囲気が違うね。変わった。こんなん住宅地へつながる道じゃないよ。行くべきことに、ここ確か Google ストリートビューが通ってた気がする。違ったかな。で、なぜかここで、あ、ここだね、ここで道が途絶えてる。うん、指導とか私有地とかそういう標識はないな。ただまあ届けたくない気持ちはわかるわ。あー、危ない危ない。これは狭い。おお。どっち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 。あ、こっち、うん、こっちやな。はいはい。短い距離だけど、ハードな道やったなぁ。あ、出てきたらしい。あ、ここ、ここに出てくるのねって、ここ知らないけど。さて。いやぁ。最後強烈やったな、やっぱり道通さないわけだ。でもまあ通行止めとかはなかったので、まあ自己責任の範囲内で通ってもいいんじゃないでしょうか。静かに通ってあげてくださいね。はい、では今日の動画はここで終了したいと思います。今回ご視聴いただきましてありがとうございました。気温は現在21度。涼しいな、21度でも走ってると。またどこかの道でお会いいたしましょう。それでは皆さん、さようなら。